やあ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 君たちこんばんは、本日もやっていくぞい。誰そんな感じのキャラだった、本日もやっていくぞい、そんな感じだったか、そうなのか。こんばんは、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 こんばんは。ツイート、何ツイートってなんだ、あれ俺今日ツイートしてない、うん、まあそんなわけないで、リーネ君は完璧人間なんだからツイートしやすいことなん、そうやめてくれる君たち、この完璧超人のリーヌくんがさ、ツイート忘れるなんてこと あるわけないじゃん、そんなわけないじゃん。え、いやいや、サムネもちゃんと用意してサムネまで送ってる人間がツイート、え。まさかな、まさかね、まさかそんなね、まさかね、んーね、したー、今したいや、間に合った、間に、バグだよね、多分ね、バグだと思うな、多分俺の予想だとバグだね。今来たのは幻覚だよね、幻覚、そんなわけないじゃんね、そんなな。バグですよね、そう、バグ、電波悪かったっぽかった、そうなんだよね、時差かも、うん、時差かもね、今日、概要欄じゃなくて、この固定コメント何書こうか悩んでる、急に、悩んじゃったよ、悩みすぎて涙出てきた、もうだ、途中で、もう、途中で行った、もういいや、これでいいわ、もう、なんか楽しかったら仲良くしてね、みたいなコメント残そうとか止まった、また、はい、ということでね、本日もやっていこうと思いまーす。うん、時差5分あるみたい、よろしく。はい、ラグかったのかな、ラグってことにしとこか。ラグってことにしとこか、うん、よいしょよいしょ。では今日もやっていきますかということで、今日は嬉しいお知らせもありますので、皆さんお楽しみにですよー、ということで早速サクサクサクっと入っていこうかの、うん、しばし待たれよ。しばし待たれよ、リーヌくんが準備しておる、貴様らしばし待たれよ、うむ、効果のスパチャありがとうございます、効果のよーし。うるさい、リーヌくんうるさい説出てきた、これ今日も京都でうるさい、うるさいのはゾンビたちでした。いやこれにはわけが、見て俺もうバッキバキなのが、もうね、このなんだこいつなんだっけ、エリトラップがね、エリトラップもうぐちゃぐちゃだから、直そうと思ってここで待ってたらとんでもないうるささになっちゃった、消えろ、おらおら消えろ、おら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 、悪は成敗、悪成敗、悪許さん、正義こそ勝つ、おらおら貴様ら消えろ、おら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 、どうだ、おお、もうだいぶすごい一瞬で、おら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 、手に持っとけばよかった、なんてもったいないことをしたのだと思いました。なんてもったいないことをしたのだと思いました。本日の作文です、よろしくお願いします。はい、まあそんなこんなでね、エリトラも治ったね、飛び出していくか、呼ばれて飛び出せ、じゃ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 ん、荷物汚ねえな、この荷物が。荷物汚ねえな、マジでよ、どっか出ようかな、ここかな、怖い目うねえ。怖い目うねえ、あとなんか心もたんない、うわー、俺は飛べる空を、やべえ、リールくん、サトミくんの像がまだ途中なことに、やば、気づかれてはいけない、やばいやばい、中途半端で、リーヌが何もできない、
ビール君はいつも全てを中途半端に終わらせる最低な人間だと気遣いではいけない。逃げろ逃げろ逃げろ、急いで逃げて里見ホテルに泊まろう。本日のホテルはこちらです。リヌログ3 いいのか悪いのか、景色がいいですが寒いです。外の気温が全部ここに入ってくる。寒いですこのホテルね。すごい虫とかもいっぱい入ってきます。ほんとやめてほしいですね。ワンちゃん可愛いですから、僕が持ち込んでるワンちゃん猫次郎と言います。よろしくお願いします。荷物汚いからよ、どっかに捨てよ。よよよよよよ、もう全部一旦ここ、いこんなんいらね、こんなんいらね、こんなんいらね、お拾っとる拾っとる、こんなんいらね、こんなんいらね、こんなんいらね、いるかも。あとはいる気がしてきた。いる気がしてきた。いる気がする。よし、ご飯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 。なんだこの、あ、危ねえ、なんだこの斧とか、いや危ない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 。人からもらった斧をそんな、リーヌくんなんだこの斧とか言って捨てよ、そんなわけないでしょみんな。リーヌくんがそんな友達からもらった斧を、なんだこの斧とか言って捨てるわけないじゃんね。そんな一旦ここに置いとこうかな。一旦ここに置いとこうかな。ここね、あの荷物パンパンになっちゃうからね、置いとこうかな。じゃんね、ねえしょ、暑いなこの部屋。リーヌくんの部屋暑い、パソコンつけるとね暑いのよ。そう、そんなわけない、そんなわけないでしょ。そうなんよ、そうそうそう、ちょっとしばしまったれよ。こう、まあいいかも、全部持ってか。オッケー、大事なものだから置いていくんですよ。そう、君たち頭いいね。大事なものだから置いていくんですよ。そう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 、よいしょよいしょ。なんだこの犬。なんだこの犬。わあ、待って、そうだ、なんかルート君がなんか作ってたんだ。そうだそうだ、そういえばそうだった。うわあ、ロゴが、お、すごい、ストップリロゴがこんなところに。飛べ俺、飛べ俺で今イン踏んでる。おー、すげー、かわいい。いやこれはやっぱドットを一度体験したものとして俺は言えるけど、これマジ大変だからな。すごい、この色味だけでいけるんだね。かわいい、すごい。いやこれ大変だよな、ルート君。いつか一緒にドットを作るか、ドット絵、ドット絵対戦。これ俺のか、この荷物。俺なんかそこかしこに荷物を置いてるんだよね。あ、俺だね、サトミーズゴッドボックスって名前だけど、これ俺のです、これ。